プルゼニ包囲戦中、反対派と争うプロコップベリキープロコップベリキー、または、大、プロコップもしくは、特等のプロコップは、フス戦争で活躍したフス派の将軍、ターボル派の指導者。プラ派の名家出身のプロコップは、もともとフス派中のウトラキストに属する、最大聖職者だった。プロコップは、プラ派で学び、数年間諸国を旅した。どこで転向したかは定かでないが、 ボヘミアに帰ったプロコップは、急進的なターボル派の主要人物の一人となった。ターボル派の指導者、ヤンジシカが没した際、プロコップは直ちにターボル派を掌握したわけではなかったが、1426年の、ウースチーなどラベムの戦いやドマジュリ立への戦いで十字軍に、対する大勝利を導き、神聖ローマ帝国を和平交渉の席につかせることに、成功した。 またプロコプはターボル派を率いて、頻繁に、ハンガリーやドイツに侵攻した。1429年には、ザクセンやニュルンベルクを荒廃させたが、永続的にドイツの領土を征服する意図はなく、1430年2月6日に、ニュルンベルクを管轄していたブランデンブルク選定校、フリードリヒ一世とクルムバッハで和平条約を結び、ドイツから退去した。 ボヘミアのフス派が神聖ローマ皇帝、ジギスムントと交渉を始めると、プロコプは、ボヘミア側の施設の中心人物として、バーゼルに赴き、1433年1月4日に到着した。しかし、バーゼル公会議に出席しての交渉が長引いても、成果が得られないと判断したプロコプらは、結局ボヘミアへ帰還した。この時、ボヘミアではまたも、 フス派の内部構想が持ち上がっていた。プロコプ率いるターボル軍はカトリック勢力のこもるプルゼニを包囲した。9ヶ月に及ぶ工場戦でターボル軍の規律が緩み最前線の部隊がプロコプに対し反乱を起こしたためプロコプはプラハへの撤退を余儀なくされた。1424年5月6日付でプロコプがプルゼニの守備兵に送った。 新市街陥落を伝える書簡。差し出し人は、プロコピウス・ラソスと書かれている。ターボル派の内紛に際して、ボヘミアのカトリックやウトラキスト貴族が手を組み、ターボル派を潰しにかかった。これを破ったターボル派は一層勢力を強めたが、同時に内部構想はより激しいものとなり、プラ派では貴族からの援助を受ける旧市街の市民が、 急進的な新市街に対し優位に立った。プロコプベリキーは新市街を守りきれず、プルゼニ包囲戦以前から指揮権を譲っていたプロコプ、マリーと共に、東方のターボル派の本拠地ターボルへ撤退を始めたが、その途上工事無降臨館でハンターボル派の貴族、連合軍に遭遇した。1434年5月30日、このリパニの戦いで、ターボル軍は、 決定的な敗北を喫し、大将のプロコップは共に戦死した。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、プロカープ、インスイクロープギアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス。ありがとうございます。